路線タイマンバトル。まずは究極の NA バトルだ。まあこれはレーシングカーですので、ギアは今回はね、トカチ仕様。車もエンジンも最高なんだけどね、タイヤが最悪、もうひび割れしてるしね、もしかしたらバーストしちゃうかもしれないんで、まあ、気をつけていきます。さあスタート。中谷選手痛恨のシフトミス。ミドシップのフェラーリが FF アコードの後塵を浴びている。アコード速い。やっぱオーナーじゃの。まあシフトミスしてるけど、いや危ないや、タイヤが。 GT スープラには FR 使い土屋。自分でもスープラがこんなに似合うとは思わなかったけどまあポルシェなんか軽くぶっちぎってやろうかなと思ってます。そして GT ポルシェは大井。さあ GT2、まあ、今回これが一番パワー的にはあるんじゃないでしょうか。GT500 クラス対決はクラッチをいたわってローリングスタート。二速まではほぼ互角の両者。スープラが三速に入ったところでポルシェを引き離しにかかる。土屋スープラリード。しかしゴール間近でポルシェも詰める。なんか大排気量の NA に乗ってるみたいなバッバッっていう加速をしますね。これはもう本当にこうピックアップもいいし、つながりもいいし、うん、乗りやすい、気持ちいい加速、うん、N1 対決、GTO はオーナー中谷。ちょっとね、11月のレースの時からクラッチが滑り気味でね、今も滑っちゃってるんで、あんまり速くないかもしれないです。 GTR は服部。同じカテゴリーの2台ですからね、いつもいい勝負してるから、これも多分いい勝負になると思います。このクラスもローリングスタート。スタートで GTO がダッシュ。メンバーで回させていただいております。しかし GTR も離れない。高速域で2台の差は縮まってきた。ほとんど互角だね。最初の突きの部分がいいだけですね。パワー的ないい勝負だと思いますね。